ウィッチトラップというわけですね。ウィッチトラップ前にも出していますが、はい、それとはちょっと違います。リニューアルって感じですね。はい、まあ、基本的には、水流式、水流落下式でございます。こんな感じでたまに水流が出て、ウィッチが落ちて、そしてそのアイテムを回収するというシステムでございます。まあ、詳しくは、後ほど。はい、じゃあ早速作り方でございます。はい、まずですね、七体でこんな感じで、ウィッチの小屋を見つけます。今、整地してみたんですけど、それはわかりやすくするためでございます。なので、皆さんは整地しなくても多分大丈夫です。はい、じゃあですね、わかりやすく今回、模様入り石レンガで作っていくんですが、こんな感じにします。こんな感じで、湧き層の型を取っていく感じですね。こんな感じの範囲。はい、この屋根の縁の真上ですね。この前方の入り口のあるところだけ、ここの真上ですけど。はい、よろしいでしょうか。じゃあですね、その間、2マス開けたとこに、2マス開けたとこに、もう一個同じリングをはめていきます。はい、で、また2マス下ですね。こんな感じの状態にします。全部、まっすぐです。まっすぐ伸びてる感じですね。3個。はい、そして中のこの小屋を全部壊しちゃいます。はい、壊しますとこんな感じになります。こんな感じになりましたら、ここを床的な感じで、まあ、3枚の板を作る感じですね。中を埋めていきます。埋めました。こんな感じですね。3枚の板が出来上がってますね。はい、じゃあですね、壁と天井をつけていきます。ちなみにこれ、床ですからね。天井じゃありません。こんな感じで正面にしたい側を開けます。まあ、正面で言っても、この、長方形の、この画面上だと、左か右だけなんですけど。を残して、壁を作ります。次も一緒です。はい、こんな感じになりました。ではですね、3層目も壁をつけていきます。3層目の天井もつけていきます。はい、この範囲を埋めます。はい、埋め終わったらこんな感じです。3つ部屋ができた感じですね。でですね、こんな感じでここに3マスつけます。そしてとんがらせます。水流式なので、水流のこの、出っ張りが必要というわけですね。こんな感じになります。はい、じゃあですね。こういう辺、まあ、とりあえず、安山岩でせき止めちゃいます。まあ、安山岩以外でも、ブロックなら何でもいいです。まあ、適当にせき止めて、水を抜きます。あ、意外と簡単に抜けましたね。はい、じゃあ次掘る範囲ですね。
はい、こんな感じの範囲でございます。安山岩の部分、はい、じゃあもう一マツ掘りまして、はい、3メートル深い感じですね。でここセンターのとこの9マスを掘ります。それは反対側も同じです。でこんな感じにします。こっち側は、こんな感じですね。はい、で、今の処理の部分は一旦掘りにしておきまして、これでですね、ディスペンサーをはめていきます。これは一番とんがってるところですね、のまっすぐ行ったところにつけます。の2ま、1マス上に。はい、じゃあですね、雲よけ用のピストンもつけていきます。まあ、こんな感じで穴を開けて、そこにピストンをはめるわけです。一マス置きに。まあ、これがあるので、ハーフブロックの湧き潰しはしないというわけですね。じゃあですね、タイマーの機構を作っていきます。ここ5マスでバラしまして、ハーフブロック、をこんな感じにします。そして今置いたブロックの上に赤い粉を乗せます。まあ、レッドストーンですけど。それで、ここにレッドストーンリピーター。で、2個レッドストーン。って感じですね。はい、じゃあタイマー本体でございます。まずはオブザーバー。こっち向きでございます。そしてここに粘着ピストン。台を作った方がやりやすいかもしれません。でここにホッパーをつけるわけですが、こんな感じで天秤みたいに向かい合ってる感じにします。そしてここにレッドストーンブロック、そしてこのホッパーの中の、まあどっちでもいいんですけど、この中に64ブロックのアイテムを入れます。一応制御用のレバーも入れておきます。はい、じゃあですね、ここを伸ばしていきます。9個。1、2、3、4、5、6、7、8、9。こんな感じですね。そして U ターンさせまして、ここに接続させます。で、その間はリピーターですね、全部。で、これ全部フルチェーンでございます。はい、こんな感じでございます。フルチェーンのリピーターが計17個ほどある感じですね。はい、じゃあ水を入れていきましょう。水を入れる際に、このタイマーを止めると少々楽になります。てか、すごく楽になります。なので、止めます。はい、ちょっと、
タイマーを、の中のやつを移動させてもいいです。手動で。はい、じゃあ、各ディスペンサーに一つ一つ水バケツを入れていきます。それでこれ解除してみましょう。はい、で運が悪いとですね、水の出方が狂っちゃう場合があります。はい、じゃあですね、狂っちゃってほぼほぼの時間水が出ちゃってるやつですね。どうやって直すかと言いますと、ここにトーチでも設置しまして、あ、まだ短いですね。もう一回。あ、水の出てない時間が長くなりましたね。これなら正解でございます。今みたいな感じでですね、ちょっと試行錯誤してみると治ります。はい、じゃあですね、この頭の適当な位置に、もう一個タイマーを作っていきます。ここはちょっと適当です。ここにホッパーですね。向かい合わせホッパー。一個だけアイテム入れると、こんな感じで行き来する感じですね。そしてここにレッドストーンブロックを入れまして、コンパレーター。で、これですね。はい、ではこれ、どっちかに、オブザーを置きます。こっちでもいいです。今ちょっとこのぐらいにしておきまして、ここですね。こんな感じで、さっきのディスペンサーの後ろについているこの 5ブロックのやつと同じ要領でつけていきます。ピストンの後ろに。で、パウダーものけます。あと、ピストンの上にブロックをのけていきます。ピストンは光を通すからでございます。はい、じゃあ次。これをいよいよつなげまして。オブザーバー、上向きです。こんな感じで、オブザーバーの顔の上にも、レッドストーンを引きます。で、1マスここを上げまして、オブザーバーの、このお尻の赤いところと接触するようにします。もう見た目は接触してませんが。はい、で、1段下がりまして、同じように引きます。はい、まあ、全く同じですね。少し一段横にずらすって感じですけど。はい、こんな感じですね。はい、じゃあですね、今度適当にブロックを20個入れます。タイマーに。はい、で、これはですね、さっきの水みたいに、順番みたいな、交互に、どう水が出てるかとか気にしないでいいので、まあ、適当に入れちゃって、それで OK です。停止用のレバーをつけて飲んだりするのもいいでしょう。次に、ここ。まあ、とりあえず一本だけ、穴を掘っていくんですが、32ブロック分掘ります。
はい、32ブロック7を掘りました。掘ったらですね、多分素材は違ってもブロックが32ブロック出てくる感じでございます。まあ途中にですね、こういう危険な人たちがいるので、まあいるかもしれないので注意してください。はい、で落下層をもう少し太くしていきます。はい、この範囲です。この範囲をさっき掘ったこの高さと同じところまで掘ります。あとですね、掘る範囲ですけど、ここまではよしで、ここですね、ここも掘っていきます。一段引っ込めて、これ掘っちゃダメですよ。まあ後で断面図を見せるんですけど、はい、じゃあカット。はい、まだ掘り終えてないですが、こんな感じですね、掘っていきます。はい、掘り終えました。掘り終えたらこんな感じですね。はい、じゃあもう少し作ってから断面図をお見せいたします。ここ落下すので、向こうの方にホッパーを伸ばします。まあ、ホッパーはですね、全部つながれば適当でいいです。ホッパー敷き詰め終わりましたら、ここをちょっと掘りまして、はい、ここにチェストを置きます。まあ、そしてまあちょっとここですね、後々ここに来ることになるので掘っときます。そして何でもいいハーフブロック、お、このモンスターが直撃するエリアですね。まあ、ホッパーの上でいいですけど、に敷いていきます。上付きハーフブロック、はい、でここはですね、塞いじゃっていいでしょう。そして地上につながるのをとりあえず掘って、まあ、今はとりあえずとして簡易的にですね、こちらがその今作った処理槽の断面図です。はい、じゃあですね、ここに水を流していくんですけど、とりあえずせき止める用の土でいいか、とりあえず。ここにフェンスゲートを置いていきます。まあ、看板でも別にいいんですけど、今回はフェンスゲートにしてみました。そしてそれを開きまして、ここの一番奥に水を流します。こういう感じですね。じゃあですね、ここに壁を作っていきます。この安山岩の上ですね、磨かれた安山岩の上、まあ、皆さんは安山岩じゃないかもしれませんが、ここはここからですね、ここがですね、こんな風になっていれば OK でございます。どこまでかと言いますとですね、この天井と同じ高さまでです。ここまでですね、の壁を作っていきます。こんな感じになるはずでございます。中から見るとこんな感じです。じゃあ天井を埋めます。全部埋めちゃっていいです。はい、じゃあですね、次今度は地下のここに行きます。
早速位置が来たみたいですね。まあ、ここは皆さんの自由にしていただければ構わないんですけど、一応ですね、地上に送るシステムだけ作ります。こんな感じでつなげまして、あとですね、ディスペンサー。を適当な位置に置きまして、真上向きに置きます。はい、でですね、できましたらもうちょっと掘りまして、ここ。ここを1マス掘って、ここにレッドストーンコンパレーターを置きます。そしてここにレッドストーン。で、ここにまたブロックで、ここにリピーター。そしてこう、こうです。これは、減算モードにします。まあ、湧き潰ししてもいいです。はい、でですね、あとはちょっと見たい方は、ガラスなんかを。これやれば、ブロックの中を貫通して進んでいくタイプの、アイテムエレベーター、出来上がります。はい、1.13 になりましたらですね、水流エレベーターに切り替えてもらえれば大丈夫です。多分あれなんです。あれなんじゃないですかね。ディスペンサーじゃなくてドロッパーでよかったですね。まあディスペンサーだと高く上がるって感じなんですけど、ドロッパーの方がやっぱりいいです。ドロッパーでした。はい、でですね。水にする場合は、真ん中をこうやって貫いて、ずっと貫いて、その中を、こうやって水で満たす。みたいな感じにすれば多分、アイテムが上がってくるはずです。まあ、今回はずっと密閉します。で、こういう風にたまに来るアイテムがですね、一番上まで上がってくれればいいんですけど、その間に洞窟なんかの空洞があるとうまくいかないことがあるんですよね。はい、今回なんか上がってきたので大丈夫です。でももし上がってこなかった場合は、まあ、このガラスなりなんなりで埋めてもらえれば多分うまく上がっていくはずです。最低でもですね、この 3×3 のこういう棒、棒というか柱ですね、があれば上がっていくんです。まあですね、わざわざエレベーターなんて作んなくてもここに取りに行きますよという方は別にいいんですけど、それでですね、エレベーター作る方はその上がってきたところを探します。はい、何か目印になるようなものを入れまして地上で待ちます。上がってきましたね。ネザースターが。で、それを、これで作ってやります。その周りを囲って。こんな感じでしょうか。ホッパーの上だけはですね、ちょっとだけ空間を空けてみます。はい、で、まあ、こうやってチェストをつなげていけば、ここにアイテムが上がってくるというわけなんですね。はい、で、さっきのだとちょっと信用ならないので、もう一回やってみます。うまくいってくれるでしょうか。まあ、簡単にですね、座標を調べるっていうのもいいんですけど。あ、あんなとこに上がってきちゃいましたね。じゃあ座標を調べてやりましょう。はい、じゃあドロッパーの座標ですね。Y 座標は関係ありません。今回の場合は、左下のルッキングアウトってとこです。1761と852ですね。はい、ここですね。惜しいとこ行ってました。なので、まあ、こんな感じで、1段、1マスですね。ずらせばうまくいくでしょう。もう一回、ネザースター。
はい、ただいま来ました。ネザースター。はい、みたいな感じで開通するわけです。ここはですね、まあ、はしごなんかをつけるといいんじゃないかなと思われます。土。ここですね。まあ、エリトラなんかだとですね、なんもない方が便利かもしれませんが。はい、じゃあですね、次。この、リッチトラップを、正面から見た時のこのセンターですね。このライン。できれば、処理層の、大体真上。にですね、84ブロック積んでいきます。まあ、ここを塞ぎまして、ここからスタートいたしましょう。はい、で、サバイバルで、は、1スタックと20個ということになりますので、それ積み終わるまでカットいたします。はい、もうそろそろで積み終わります。これで84ブロック積んだことになります。はい、そしたらですね、もう一段だけ積みます。で、今、もう一段だけ積んだ、これが、放置状の地面となります。まあ、ただの地面なのでね、好きに広げてもらって構わないと思います。まあ、今回はですね、こんぐらいでいいでしょうか。湧き潰しなんかして。はい、じゃあですね、放置するカプセルを作っていきたいと思います。まあ、全ロストを防ぐやつって感じですね。別に、放置してる最中に空腹やら、あとは、まあ、なかなかないと思うんですが、雷に撃たれて燃えて死んだり、まあ、そんな感じで、全ロストしちゃうのが怖い方は作ってほしいんですけど、別に怖くないよっていう方は作らなくていいです。ちょっとこんな感じで1マス掘ったとこにチェストを置きます。そしてそれにホッパーをつなぎまして。はい、こんな感じでものすごいちっちゃい個室を作ります。ここならですね、下、床全部ホッパーなので、全ロストを防げるというわけですね。万が一死んじゃっても。はい、実験済みでございます。はい、でですね、あ、湧き潰し。しときましょう。この、横から見た図、もう一度お見せいたします。はい、でですね、ちなみにここへの上り下りは、下と同様、まあ、エリトラで、こうやって突進してくれ、来て着地すればいいんじゃないかなと思います。まあ、でもですね、たまに、エリトラなしで登りたいって方は、はしごをつけることをお勧めいたします。はい、じゃあですね、なんでこんなわざわざ高い場所で放置するのか、の簡単な説明でございます。はい、でですね、今回のウィッチトラップ、こんな仕組みになっております。まあ、いろいろトラップ本体やらありまして、はい、地面が横にあるわけですね。これ横から見た断面図です。まあ、イラストですけど。はい、で、この24から128って書いてある、このピンクのエリアですね。これがモブの湧くことのできる範囲なんですね。はい、で、ウィッチトラップ今回こんな感じで、モブの湧ける範囲に収まってるんですけど。はい、なんでこんな風にですね、かなり上に、このピンクのエリアを持ってきてるのかと言いますとですね。こんな感じで地下には洞窟がいっぱいあるからですね。はい、洞窟。の中に湧くモブの量をできるだけ減らすためにこんな感じでピンクのエリアを上に上げてるというわけなんです。ちなみにこのピンクのエリアプレイヤーと伴って移動しますからね。はい、まあですね、こんな感じで湧き潰しする洞窟の量をできるだけ減らすという効果があるんですね。はい、でですね、なんで落下層もこのピンクのゾーンに入れてるかと言いますとですね、まあ入れなければもしかしたら洞窟はゼロにできるかもしれない。なのに入れてるのなんでかと言いますとですね、中に湧いたウィッチがこの落下層を落ちてくるわけでしょう。はい、その最中に、この128ブロック以上になった時点で即座にデスポーンしたんですよね、モブって。なので、死ぬまで入れてるというわけですね。死ぬところまで入れてるというわけです。はい、でですね、そんな感じで落下式の処理層のせいで洞窟も入っちゃってると考えますと、こんな感じで、このアイアンゴーレム式
の処理層にした方がいいんじゃないかと思われるんですけど、これ何が問題あるかと言いますとですね、アイアンゴーレム、数体入れてもですね、やっぱりちょっと処理に時間がかかっちゃうんですよね。で、しかもクリーパーを処理してくれないので、クリーパーをどうにか処理するシステムが必要だったり、いろいろとめんどくさいんですよね。はい。まあ、結局、というわけで、フル湧き潰し。湧き潰しが、洞窟の湧き潰しが 100% の落下式の処理層のトラップと比べてしまうと、最終的な効率が少し、まあ、結構劣っちゃってるんですよね。はい。検証したら確か運転の差でした。はい。なので、今回は落下式にしたというわけなんですね。あと、バグでですね、アイアンゴーレムがなんか消えちゃったり、まあ、そういうのもありますし、今回は、この落下式を採用しました。はい。でですね、仕組みはまあそんな感じなんですけど、内部にある、たまに伸び縮みする、この雲ピストンですね。はい。これ実際結構効果あったんですよ。最初作ってみたときはですね、ないかななんて思ってたんですけど、検証してみたら全然違いました。クモピストンはめちゃめちゃ良かったというわけですね。はい、ここ開発してたところなんですけどね。はい、ここ全部湧き潰ししてあるんですね。地下も湧き潰ししてあります。すべて、まあ大体ですね、湧き潰ししたら、まあ一回しか検証してないので、定かな数字とは言えないのですが、約3600ほどのアイテムが取れるというわけなんですね。はい、こんな感じで。まあ、いっぱいありますが、これ3600個ぐらい。いや、以上あるかな？多分そんな感じでございます。はい、そんな感じのウィッチトラップでございました。それでは最後までご視聴ありがとうございました。ぜひチャンネル登録、高評価、よろしくお願いいたします。ダスビダーニャー。